はい、本日も始まりましたコレパ放送局。今回はコラボ東京さんが開催する映画五等分の花嫁ポップアップストア in 東京タワー、こちらの情報をお伝えしていこうと思います。はい、映画五等分の花嫁ポップアップストア in 東京タワー、こちら開催が2回目になるのかな。昨年も同じぐらいにね、期間にやってたんですけど、はい、東京タワーではね、先日っていうか昨日までだね、昨日までフィッシャーズさんをね、捕まえようとかね、そういうイベントをやってたりとかもしております。こちらのコラボ東京さんだと、東京タワーと人気キャラクターやアニメ、映画などさまざまな IP とコラボレーションする企画を展開、東京タワー限定のオリジナルコラボレーショングッズなどを多数リリースしていく予定ですと。そんなムーブメントを起こすコラボ東京さん、こちらいろんなね、コラボやっております。はい、今回のポップアップストア in 東京タワー、イラストね、可愛いですね。可愛いっていうか、なんか単色のイラストだよね、今回ね。単色っていうか、各キャラクターの色のみ使ってるみたいな感じでね。いちかだったら黄色とか、四つ葉だったら緑とかね。いや、なんかちょっと可愛いらしいよね、この衣装もね。僕ちょっとこういう系統の色好きですね。僕こういう系統のね、単色の衣装大好きです。はい、そんなこと置いといて、今回映画五等分の花嫁ポップアップストア in 東京タワー、はい、こちら開催は2022年8月16日火曜日から8月31日水曜日まで、で混雑緩和のため時間指定の入店整理券ランダム抽選を配布するっていうのが対象期間、8月16日火曜日から21日日曜日まで、はい、こちらはね、ちょっとね、行ってもすぐにはね、入れない可能性があるということでね、ご注意ください。コラボチケットのご購入、グッズのご購入が対象となるっていうのは、コラボ東京店舗の入店整理券っていうのがね、必要なんで、ね、そちらの方をね、ご購入をいただくことになるんですけど、こちらがね、今ね、映画五等分の花嫁ポップアップストア in 東京タワー、8月16から21のご入店について今度は使うのため時間して入店整理券抽選を当日配布いたしますと。店舗の入店整理券のご案内はコラボチケット、コラボグッズの購入が対象になるっていう場所、列形成整理券配布場所、東京タワー1階正面玄関前ということでね、こちらのマップを見て行ってやってください。9時からということでね、結構早いですね。はい、ちょっと僕もね、明日行こうかなと思ってたんですけど、とても間に合わないので、はい、僕はちょっと22日以降にしようかなと。はい、今週はやめて来週以降行けたら行きたいなと思っております。整理券配布についての時間、入店時間帯、ランダム抽選、列形成時間待機を無効とさせていただきます。まあ普通のことでしか書いてないんですけどね、はい、そちらをよく読んでいってみてください。はい、抽選券の場合はこんな風になってますっていうのがありますのでね、はい、そちらの方をよく見ていってください。お願いします。こちら細かいところね、概要欄にホームページ貼っておきますので、そちらの方でご確認お願いします。はい、続いてが購入制限について、多くのお客様にお楽しみいただくために購入制限を設けさせていただいておりますと、はい、ご理解ご了承のほどお願いいたしますというふうになっています。コラボチケットセットはお一人様1会計3セットまで、缶バッジコレクション、トレーディングアクリルキーホルダーコレクション、クリアファイルコレクションは1会計20個ま で、各種アクリルスタンド、各種 LED ライトアップアクリルスタンド、各種ステンレスマグ、各種ポップコーンは1回だけ1から5個までというふうですね。コラボチケットは映画五等分の花嫁ポップアップストア in 東京タワー展望台コラボチケットセットっていうふうに、ね、なっています。東京タワー施設内の5箇所にスタンプ台を設置されてて、5箇所全てのスタンプを押すと制覇特典のチェキ風ステッカー全5種からランダムで1枚お渡しをもらえるということでね。セット内容はメインデッキ入場券1枚、レプリカチケットが1枚、購入特典メタリック缶バッジ 56mm 全5種からランダムで1個、スタンプラリー台紙が1枚、スタンプラリー制覇で特典ステッカー全5種からランダムで1枚、はい、こちらが価格が2750円の税込み、ちょっと高いのか安いのかちょっとわからない感じはするけど、まあ入場券入ってますからね、まあまあそれ考えたら、って感じだと思っております。でこちらのコラボチケットはコラボ東京店舗のみの販売となりますと。店舗への入店はチケットのご購入は不要ということでね、はい、そちらの方気をつけてください。東京タワーの通常チケットカウンターとは異なり、予約販売やウェブでの販売は行っていないということでね、はい、8月16日明日から、
はい、受付は10時からっていうふうになっております。コラボチケット特典ミニゲームスタンプラリーについては、5つ子のスタンプを集めて特典をゲット、タワー内のどこかにある等身大パネルが目印ということでね、はい、1か2のミク4つは5機をね見つけて、はい、ゲットしてあげてください。遊び方 How to play ということでね、はい、制覇特典ステッカーがプレゼントされるということで、これ面白そうですね。チェキ風っていうのはねちょっと面白いですね。はい、皆さんねお楽しみのコラボグッズ、はい、こちらコラボグッズポップアップストア in 東京タワー缶バッジコレクション全10種440円の税込み、こちらブラインドパッケージ1回券20個まで、トレーディングアクリルキーホルダーコレクション全10種880円の税込みブラインドパッケージ、はい、こちらも1回券20個までっていう風になってます。バストアップと全身大って感じだね。なんかマーメイドみたいなね、シェルみたいな感じのバッグなんだね、キーホルダーの方はね。これはこれで可愛いね。アクリルスタンド全5種1650円の税込み、1会計1柄5個までって、1柄でいいのかな、はい、ワンキャラ5個までっていうことでね、頑張れば25個買えるってことだね。すごいね、お金がやばいことになりそうだね。はい、LED ライトアップアクリルスタンド全5種3300円の税込み、1会計1柄5個までってことだね。 LED ライトを搭載した専用台にアクリルパネルを装着、アクスタを照らしてより美しく演出してくれますと、うん、あんまり数はねこれ出ないけどね、結構たまれに出てきますよねこういうイベントではね、はい、あんまり出ない。ステンレスマグ全5種2200円の税込み、1会計1柄5個までってことでね、これもこれはありだね。はい、ポップコーン全5種1620円の税込み、1会計1柄5個までってことで、1かがパイナップル味、2のがぶどう味、2区がクリームソーダ味、うん、なんだろう、全然味が想像つかない。はい、4つ葉がメロン味で、1期がいちごミルク味、まあ僕は推しなんでね、1かのパイナップル味食べてみたいですけど、いやこれミクのクリームソーダ味もねちょっと味見はしてみたいですよね。全種制覇してみたいとこではあるけど、お値段意外としますよね。これこれで面白そうだけどね。はい、でラストがクリアファイルコレクション全5種385円の税込み、こちらブラインドパッケージ1会計20個まで、こちらありですね。これは欲しいですね、全キャラ欲しいですけどね。はい、購入特典としてフットタウン2階のコラボ東京物販コーナーにてお買い上げ3300円、税込みごとに1枚スピードくじをプレゼント、レシートの合算まで聞かれますと、購入した当日限りのレシートのみ有効、特典はなくなり次第終了というふうでね、コラボチケットのご購入金額は特典、購入特典の対象外、当たり前の話だよね、こんなもんね。A 賞がアートプレート、A5 サイズ、全1種、B 賞がポストカードセット、5枚セット、C 賞がポストカード、全5種から1枚、ランダムでお渡しってことでね。A 賞以外はほぼ外れって言っても、思ってもいいぐらいのレベルかな。いや、ポストカードもらっても正直、何のあれにもならないと僕は思ってるんだけど、最近ポストカード多いよね、とか思ってます。はい、ということで、8月16日火曜日から31日の水曜日まで、コラボ東京さんが東京タワーでね、映画五等分の花嫁ポップアップストア in 東京タワーを開催しているということでね、こちらの情報をお届けしてきましたけど、はい、これね、僕、いちかのこのね、衣装めっちゃ可愛いって思ってるんですけど、まあこれはね、僕がいちか欲しいっていうのもあるんですけど、黄色とかね、このやっぱ単発の服っていうのがね、やっぱりいいよね。もうね、派手派手してないのがいいんですよ。はい、昨日までコミケ行ってた方はね、まだ東京にいらっしゃる方はぜひもう一泊してね、ぜひ東京タワー遊びに行ってみてはいかがでしょうか。もう帰ってきちゃった方はもう一回行ってみてもいいんじゃないかなと。はい、僕は来週ちょっとね、タイミング見て行ってみたいなと、グッズが残ってれば行ってみたいなと思うんですけどね。はい。まあ僕高いとこ嫌いなんであんまり登りたくない人なんですけど、いやこれ通販とかあればね、なんかありそうな予感はしますよね。通販で済ませようかなとも若干思っております。あれば通販でやりたいなと思っております。はい、そんな感じでバイバイ。